はい、神智子さん。日本共産党の神智子でございます。最初にお願いしておきますけれども、時間が10分間ということですので、ご答弁簡潔にお願いをしておきたいと思います。TPP 参加に向けた事前協議をめぐって野田総理にお聞きします。総理は TPP 交渉参加については、国民にきちんと情報を提供し、十分な国民的議論を経て結論を得ると言われました。しかし、ニュージーランド政府の公式発表によって、これ交渉内容については途中経過は限られた対象にしか明らかにせず、協定発効後4年間は秘匿されるという合意があると。で、このことが明らかになりました。先日の衆議院での我が党の委員長へのこの答弁で、このことはあなた自身も認められました。で、その上で相手国が非公開として提供する文書はその国の意向を尊重するのは通常の慣行に沿っているんだと。で、協議で得られる情報については出せるものは出していくというふうに述べられました。しかしですね、これでは国民納得できないわけですよ。出せるものは出すって言うんですけども、相手の国が出せないものは国民に明らかにしないということになるんでしょうか。総理に聞きました。総理。まあ、それじゃ一言で簡単に時間が10分ですから、はい、はい、もう以前から申し上げておりますけど、条文案というのは、参加国間でそれぞれ出さないという申し合わせがあるということであります。テキスト、条文案です。野田内閣総理大臣。これ本会議でもご答弁させていただいたんですけれども、ニュージーランドの外務貿易省のホームページにご指摘の通り、 TPP 交渉中のテキスト及び交渉の過程で交換される他の文書を秘密扱いする旨の記述が記載をされているということでございますが、まあ、一般に外交交渉においては、交渉相手国が非公開として提供する文書については、当該国の意向を尊重することは当然であると考えます。実際この記述においても、これは通常の交渉の慣行に沿った扱いであるとされております。その一方で、TPP 交渉参加国政府は一貫して、TPP 交渉に関する透明性の向上に共に尽力してきている旨記載をされているところでございます。いずれにせましても、交渉参加に向けて協議を行っている段階であり、協議を通じて得られる情報について、さっき申し上げたように交渉相手国のいろいろ立場もありますけれども、得られるものについて、出せるものについては出していくという姿勢を行い、国民的な議論に供していきたいというふうに考えております。神智子さん、昨日の本会議の答弁と同じものを読み上げているだけだと思います。で、今の答弁ですと、APEC の時にあなたが明言をされた、きちんと情報公開をするという約束、これ果たせないってことじゃありませんか。そしてですね、相手が出せない情報っていうのは、日本にとってはこれ不利なことですよ。国民的な十分な議論を行うと、そのための前提となることが崩れるということですよ。で、あなたはそれを分かっていたのに、結局これきちんと情報公開するってことをおっしゃってきたんですか。これは国民を騙すことになりませんか。はじめから騙すことじゃないか。はい、現場外務大臣。これ基本的にはですね、テキストについては以前からですね、出てきませんと。ただそれぞれの国に情報収集に行ってます。で、それを整理してですね、情報というのをきちっと出していきますので、そういう意味ではですね、国会で、あってもですね、あるいはそれぞれの党の部門会議、あるいは部会、そういったことでもいいんですけれども、またこれから各地を古川大臣中心に歩かれるということもおそらくあるのかもしれません。そういう意味でですね、それぞれにおいてしっかり情報を出していくということでございます。神智子さん、外務省流の、ね、理屈だと思いますけども、これ大事な情報を隠したまま交渉を進めればですね、必ず水を浸すことになるんですよ。韓国で米韓の FTA を締結をして、これ批准に至る過程でもですね、議会にもそれから国民にも明らかにならない部分があったわけですよ。そういう中で今、大統領選挙に関わるような揺るがすようなですね、大変な問題になっていることをご存知だと思うんですね。ラチェット規定、一度決めた自由化は後で気がついてダメだと思って変えようと思ってもできないとかですね。それからさっきもお話ありましたけども、ISD 条項ですね。これは米国の企業の投資を守るためにですね、相手の国の政府を訴えたり実際訴えることができるという中身です。これが後から分かって問題になってですね、それで今交渉をやり直せと、国会決議が上がっていることを総理ご存知ですよね。
野田内閣総理大臣。総理大臣出てるから。米韓のですね、両国間の関係について私がどうのということは差し控えたいと思いますが、そのような国会での決議が出ているということは承知をしております。上智子さん、日本と無関係じゃないんですよ。だってですね、先日総理ね、バーシェフスキー元米国の通商代表はこれ日本経済新聞のインタビューで何て言ってるかっていうと、日本との関係では韓国から引き出した以上の譲歩を求めたいと、こういったコメントしてるんですよ。にもかかわらずその中身が国民に明らかにならないっていうのはね、これ本当に許されることなんでしょうか。私はね、おかしいと思いますよ。そして実際に米国は何を日本に対して求めてるのかということでですね、総理事前協議に際して米国の通商部で日本との物品とサービス貿易に関する関税の撤廃及び非関税障壁の撤廃などについて、これ国内の米国の国内の業界などからの意見公募をやってますよね。パブリックコメントですね。これ13日までに113件出されたことが公開をされました。これは総理お読みになりましたか。野田総理大臣。ざっと資料というか結果は目を通させていただいております。でご指摘の通りですね、1月の13日に米国政府官報告示による意見募集、いわゆるパブリックコメントが締め切られまして、期日までに113件の意見が提出をされたと承知をしています。でこれらの意見は米国政府に対して提出されたものであり、米国の方針は今時意見募集の結果も踏まえて検討されるものと承知をしています。中にはいろんな意見がありますが、全体として肯定的な意見が体制であったというふうに思いますし、ただしこの肯定的な意見であっても、米であるとか食品添加物を含め関税非関税障壁等への対応を求める意見が付されていると、そういう傾向もございましたし、パブリックコメントの中からは日本の団体が出しているものが、そういうものも散見をされました。上さん、私も読みましたけれども驚くべき中身ですよね。で今一部触れましたけれども、日本への要求というのはあらゆる分野に関わっていますよ。そしてですね、例えばその中でも今紹介ありましたけど、全米、精米連盟はすべての米の関税をなくして残留農薬検査についても緩和すべきだってことを言ってます。それからですね、全米の酪農 連盟は乳製品の関税を撤廃するとともに食品の添加物認証システムを緩和すべきだってことを要求してますよ。それからですね、ウォールマートストア、ここもですね、米や乳製品その他の食料品など関税を撤廃すれば自分たちの売り上げの利益が上がるんだというふうに言っていますよ。全米商工会議所、ここもですね、政府調達から農業や医療器具に至るまで市場開放を要求すると、みんなですから言ってることはですね、自分たちの利益を上げるためにもう言いたい放題なんですよね。でこれはですね、日本にとってはどれも到底受け入れることはできないものですよ。で総理、これに対してね、どう対応するのかと。でちょっと具体的に言います。中枢的な答弁困りますから言いますけども、米はこれ重要品目としてしっかり守るということをやれるのか、あるいはその乳製品について守るのかどうか、それから食品の添加物のこの認証、承認システムですね、これについて緩和するという要求を拒否するのか、これらについてどういう立場で対応されるのか、総理にお聞きします。いやいや、あと1分ですから総理にお答えいただけますか。はい、総理大臣。パブリックコメントですから、いろんなその業界やお立場からいろんなご意見出されるものは承知としていますが、例えば食品添加物のお話もございましたが、それが今の交渉参加している国の間で議論になっているという話はありませんし、パブリックコメントいろいろ出ますけれども、それがすべて TPP の議論になっているということではないし、そこは整理をしてお考えていきたいと思います。で、米などについての、いわゆるセンシティブ品目については、配慮しつつ高いレベルの経済連携に臨むというのが、これ一昨年の11月の閣議決定でございます。上智子さん。断固として守るというふうに言っていただきたかったんですよね。なぜそこを言えないのかと。私は抽象的なことではね、これ終わらない話だわけです。
で結局米国の多国籍企業がですね、日本の農産物の関税の撤廃だけじゃなくて非関税商品も含めてですね、これ撤廃を要求していると。でさらに政府調達や保険や郵政などへの参入も強く求めてるんですよ、その中に見ますと。そして自社の利益になることを語っていると。どれをとってもこれ米国の利益はなるけれども日本の利益を損なうことは明らかだと。そうである以上ですね、 TPP 参加ははっきりとこれやめるということを決断をされるように強く求めて質問を終わります。以上で上智子さんの共産党の質疑は終了いたしました。